ライカデジラックス3ライカデジラックス3は、ドイツのライカがパナソニックと共同で開発を行った、パナソニックルミックス DMCL1 のライカブランド版である。パナソニックが一眼レフ市場に進出するにあたり、フォーサーズシステムを採用することにより、オリンパスとの共同作業が行われたが、同時にレンズ、画像エンジンに関しては、ライカとの共同作業を行うことによって完成した。 パナソニックトライカの共同作業は LC5、デジラックス1で始まり、LC1、デジラックス2、そして今回初めてのレンズ交換式の1、ガンレフとしてデジラックス3が登場した。基本的に L1 の階層を変更したモデルと言ってよく、ブラック仕上げの L1 に対してシルバー仕上げとなっており、形状も若干異なる。細かいところでは、 ボディに貼られたラバーのエンボスのパターンも若干異なり、手触りも違う。レンズキャップにもライカの文字が入っている。日本語を含め6カ国語の言語が用意されていたり、モニターにもライカのエンブレムが出るなど、ファームウェアも別のものが使用されている。事実、英国の雑誌でのテストにて、パナソニックルミックス DMCL1 とは傾向は似ているものの、異なる描写が確認されている。 日本では500台限定販売で正式な発売時期は不明である。ありがとうございます。